ちょにちょにちょに運動会が終わったので前髪を切りました。さっきママに切ってもらいました。今までは暑いのでこうやってこうやってこういう感じにしてたんですけど、運動会終わったしもうあれなので切りました。もう10月ですね。で半年こうずっとこうやってまとめてたので、ここがこうやってなっちゃう癖がなくなりました。よかったです。今回はスヌーピーの新作スキーズを買ってきたのでこちらを紹介します。これの新作が結構出てました。これはキリーランドの地下1階でラッピングしてもらいました。キリーランドの地下1階でラッピングしてもらったことはなかったので、どんな感じなのかなと思ってラッピングしてもらったらこんな感じです。このシールがすごい可愛いです。スヌーピーの袋に入れてこのスヌーピーのリボン付きシールを貼ってもらってます。 でもこのリボンのところもシールになってます。では開けます。こんな感じです。こちらがスヌーピーのボンボローネです。真ん中にスヌーピーがいてすごい可愛いです。でこちらはベルのマカロンです。中になんか青いのが挟まってる紫のマカロンです。可愛い。で裏がベルって書いてあります。であとはウッドストックのパンです。こんな感じで裏がボコボコしてます。そして全ラインナップは許可をもらってこちらの写真を撮ってきたのでご覧ください。どうぞ。こんな感じです。これはスヌーピー&バニーで680円、これがベルのマカロンで680円で、これはウッドストックのフェイスパンで780円です。これだけちょっと100円高いです。でも大きいです。ではこれから触ってみます。これはやっぱりしっとりしててすごい低反発で気持ちいいです。裏もなんか焼き色っぽいのがついててボコボコしててリアルな感じです。かわいい。で次がベルのマカロンです。こんな感じでこれも低反発でしっとりしてます。次がボンボローネです。これはやばやば低反発です。低反発すぎて低反発すぎて低反発すぎる。指の跡が残るよ。あ、何の歌だよ。三ツ矢サイダーのマイク。三ツ矢サイダー、せーの、はい、グー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 いってる。低反発選手権、このボンボローネ、イエーイ。で今回は色の綺麗さとか焼き色の綺麗さとかも際立ってます。気になる香りです。香りはおっていう感じです。はい、塗料とかスポンジの匂いがします。匂い付きじゃなくても超気持ちいいので全然いいです。おすすめの 100% でーす。かわいい
いし、気持ちいいし、低反発やし、おすすめです。気になる方はお近くのスヌーピータウンやスクイーズショップなどをチェックしてみてください。バイバーイ。似てない？ちょっと違くない？ふにゃ、そうそうそう、口閉じて、ふにゃってして。限界が、これさ、限界です、ね、これさ、口閉じて、んってなんで難しくない？なんでここちょっと出るの？うん、これだ。違う？ん